で、いよいよ、茅ヶ崎の考古学ということで、茅ヶ崎をまだよく知らない方のためにということなので、かなりその触りといいますか、一つのイメージ作りということで、ちょっと今日もお付き合いいただきたいと思います。で、まず前回実はちょっとこの古墳までこう写真をお見せしようというふうに思っていたんですが、これができなかったので、ちょっとこの古墳というのは、茅ヶ崎の、考古学全般の中で一番最初にこう対象となったものなんですね。これはとにかく山のところに、あるいはその平坦なところに急に小山があったりというのが、各地にあるわけですね。ずっと田んぼに見えるんですが、あるところが急に山のようになっているといったようなのがあって、あれは何だろうというのは昔のから人が感じてた。それと貝塚というのは海じゃないのになんでこんな貝殻がいっぱいあるんだろうというのも各地に見られて、これは奈良時代とかですね、あたりのこう記録にも、そういう記録が資料として出てくるんですね。ですから古墳とか貝塚というのはやっぱりちょっと異様な状態にあったので、当初より対象となりうるものであった。で、考古学という形で明治以降にそれが最初に調査が始まるということは、そういう意味では当然のことであったわけです。茅ヶ崎古墳もそういうことで、昔から裏山に穴があると、でその中にこんな土器があるよみたいなことで、かなり古くから調査が進んできたものであるわけです。で今日ちょっと写真をお見せするのは、JR の東海道線と相模線が分岐するところ、ちょうど分岐する下には、実は古代の集落がそのまま埋まっておりますし、大きな前方後円墳が存在しているということが分かっております。そんなことの一部をちょっとご覧いただく。それと堤の方に12点という古墳、堤貝塚というのと隣り合わせの、土地に、2つの古墳が、森高塚古墳という土を持って作った古墳がある、それから香川、あるいはその天沼殿山公園のあたりとか赤羽の崖のところにですね、ずっと横穴古墳、大穴墓というものがずっとあるというんで、ことが、これは昔から穴が開いてたりして分かっていたためにですね、古くから知られ、そして調査をされていたということで、写真をちょっとご覧いただこうと思います。でこれですね、東海道線が走り、相模線がこう実に綺麗なR を描いてこうありますが、昔はここのところにですね、この辺りっていうのは、ちょうど、かまぼこ兵舎みたいにこう電車をこう中に入れておくようなのがずっとあったりした、そういうちょっと状況があったところでしたが、実はその東海道線から相模線を引き出す時の工事の中で、古墳の石室が見つかったんですね。かなり大きな石室が見つかって、みんなびっくりしたわけですけれども、それが、この辺を石神という地名でしたので、石神古墳と名付けた。で今現状ではですね、この分岐点、この辺りに、残っています。で一部その、信号のとかそういったもので、壊してしまうということで、部分的な調査をした中で引き石がかなり残っておりましたね。このぐらいの瓦石が、玉石がずっと並べてあるというのが、線路の下、地面の下にまだ残っていることが分かっております。ですから、ただ線路の下は調査をするとか不可能なんで、いつかまたその高架線になるとかそういうような状況になった時に
今全体の状況が分かる可能性があるんですが、今はまあそのロマンをとどめているというふうに考えてください。まあこんな感じでですね。でこれがあのその石室のあの蓋です。ずっとこのこういう方向で細長いあの部屋がこう作られて、7メートルぐらいこう7、8メートルあると大変大きいんですね。でこの蓋石だけでもかなり大きいわけですね。これ一部ちょっとその線路の近くにまだ置かれているんですが、凝灰岩っていってちょっとこう触るとボロボロっとするような感じの、岩で蓋がなされて、まあ、こういうものがありますので、確実にその線路のあの辺りに前方後円墳が存在しているということはもう間違いないんで、ちょっと覚えておいてください。まあ、茅ヶ崎の駅というのは古墳がある駅だというイメージですね。まあ、特にその茅ヶ崎といいますか、湘南の海岸線、特に南側の海岸線を支配した誰かのお墓であるということも間違いがございません。かなり大きいものですから、今のところ誰という特定できるものはないんですが、まあ、ゆくゆくですね、それが分かってくる可能性はあるというふうに思っております。それから今度十二天候墳堤の中なんですが、ずっと文教大学の方に行くバスで行きますと、堤坂下というちょっと谷間の四つ角があるんですが、そのすぐ近くに北に、妙殿寺というお寺さんがありまして、まあ、そこがやっぱり谷間にある谷間のちょっと一段高いところにあるお寺さんなんですが、そこからずっと入っていくと細長い、まあちょっとこう痩せ尾根がありましてね、その痩せ尾根のこう傾斜しているところに2つの古墳が存在するんですね。で一つは円墳です。円墳であり、もう一つは、前方後方墳と考えられる。先ほどの前方後円墳は、丸と四角がこういう形で鍵の穴みたいな感じですね、あるんですが、前方後方墳とは両方とも四角というような形態と考えられるんですね。これは特にこう古墳時代のですね、まあ、後期という段階に、ところどころで両方とも四角っぽいものというのがありまして、茅ヶ崎にもそれがどうもある。ただ詳細な調査がまだ行われておりませんので、これもまだ状況が分かりませんが、まあ、茅ヶ崎にもこういった古墳があって、これも今はロマンの中にあるということなんですね。まあ、ここも人 の土地ということでありますので、まあ、あんまりこう調査することができないんですが、かなりいろいろとこう協力的な地主さんなんで、散策など行きますと、この古墳の上に通らせて 歩かせてもらえるんで、この上行きますとね、確かに古墳だなって思える。そんなまた機会がありましたら、そういう機会作っていきたいというふうに思っております。これがちょっとぼーっとしてますがね、ちょっとこういうふうに円墳がこう少しこう高い、実はそのこうずっと傾斜していって、尾根というのは低くなっていくんですが、ある途中にこうポコッとこぶみたいなものがあるというのは、これは異常なんですね。決して自然ではないんです。まずそういうところから、こう変だなと、ずっと普通に自然というものはこう普通は平坦なものは平坦にで、傾斜したら傾斜という、これがごく普通に土の流れとして行われるのが自然でありますが、その自然をではない一つの状況というのは、ちょっと人間が何かのことをしたというふうに考えていいわけですね。まあ、この特に高塚古墳というのは、ここに土を盛り上げて、一つの大きなお墓を作る、そういうことで、旗からはもう大変よく見えるわけですね。ちょっと高くしたそういう周りからよく見えるといったようなことを目的として作られたのかでもあるわけですね。
あのそういう山の中にこういったものがあるんですね。あの周りはこう、くぼんその溝をずっと掘りましてね、その掘った溝をこう、まあ、土を盛り上げていくといったようなことをして区画をし、そして周りとの外界との線をその溝でずっと区切っていく、そしてその中にこんもりとした丘を作って、そこにお墓をとする、まあ、これがまあ当時の一つのこう流行であった、まあ、丸い、古墳、まあ、比較的その古墳時代の最後の方に多くなんですね、まあ、こういう形でちょっとこの説明版古いですが、今度きれいなものをあの設置してありますので、あのちょっと歩いていただくと分かるようになっております。あの雑木林など見てもずっと同じようなこう平たいところに急にポコッとあったら、これはまあ塚とかですねいうものしか、あの人間がやっぱりあのしたものと考えてよろしいんで、それは何だろうとあの逆に思っていただきたいと思います。あの古代の人もそういうものを何だろうと思ったという記録がいろんなところで出てくるんですね。から香川ですね。あの香川のこれ300クラブというゴルフ場がずっとあるところ、今あの東海岸三河線の、県道がずっとあの、きれいに作られていますね。松風台を通っていく広い道ということです。それが大団地のところを通って松風台に入って、そして、この香川を通っていく広い道がここに今作られておりますが、まあ、かつてはですね、あの300クラブからまあこう崖があって、おそらく300クラブの何らかの整備工事をあのされるときにこういった穴が見つかったんだろうと思うんですね。こうポコポコポコとこうずっとお墓が穴が並んでいるんですね、まあ、これが横穴古墳です。先ほどの円墳とかは盛り土をしてあの作ったものですが、まあ、これはあの逆に盛り土をしないでもすでに高いところにあの墓室だけを取り込むというのが、まあ、これもやはりあの古墳時代でも後半期に非常に流行るんです。で茅ヶ崎のずっと新庄の場合はやっぱその赤羽からずっと香川に至る崖面のところにはかなりの数のものが掘られているんですね。まあ、そういうところで、つまりここに葬られるといった人は、おそらく先ほどの前方後円墳とか円墳のよりも、まあ、大きな領主よりももう少し、小さな地域の、まあ、それなりの立場の方が葬られていたと思われるんですが、地層のですね比較的硬くて、崩れないようなところを選んでずっと穴を掘っている、まあ、代々のお墓が掘られている、こういうことなんですね。まあ、こんな装飾品がこの穴の中から出てくる、あるいは人骨などもあの部分的に残っておりまして、足の骨とか腕の骨とかですね、今そういったものが出てくるんですね。ですからあのこう探し回って、あの私もこんな話で小学生たちがあの大好きなその高校少年たちがいまして、ね、いろんなところで穴見つけてくるんですね。穴があったから来てくださいって行きますと、まあ防空壕でやってもそうですが、発見しましてね、それでこう懐中電灯でこうやって覗いて穴から見たら、そのまま頭蓋骨がポッと見えたりするっていうのですね。これあの最初のうちは気持ち悪いと思うんですが、ちょっとこうあのやっていきますとね、発見になるんですね。あ、これは本物だよっていう、その少年たちはもう大喜びで、これは本物だねっていうようなことですね。あのまあ、こういったあのそういう場合にはですね、装飾品がかなり残されている。あの昔からあの古墳とか大きなお墓っていうのは副葬品がたくさんあるので、常にあの、まあ、泥棒にやることが多いんですね。まあ、大きくやピラミッドなどはまあ非常に多い、あの盗掘がされてしまう。つまり古墳なんか作る場合にはかなりの時間をかけてこう作っていますけれども、その時にその、盗人団もですね準備をして、いるわけですね。下からずっと地下の穴を掘っていくので、こういう例はいっぱいあるんですね。
まあ、そういうこともあって普通はなかなか副葬品が残るということはないんですが、かなりきちんとして、埋められて、その完全にその扉が閉まってわからないことにしたものについては比較的残っている。普通はわかるんで、まあ、私もからそういうことをする人がいたんですが、必ずなくなってしまう。横穴古墳とは古墳を掘っていっても、本来あるべきその太刀であるとかですね、装飾品とか、まあ、当然土器などの器がないものが結構出てくる。これは完全にその後盗まれている、ね、私なんかも古墳を横浜で調査した時も、ずっと掘っていって、つまり古墳のその石室をに至る違う穴を掘ってっていうのをちょっと調査したことがあるんですが、中のものは全くなくて、つまり完全に泥棒が入る穴が開けられている、まあ、そんな例がありました。ですから、まあ、こういうこれだけの装飾品が残っておりますので、このお墓はそういうことになくですね、ずっと静かに眠っていられたんだというふうに思います。まあ、こんな土器も一緒に出てくる。特に先ほどの、スレアンドルトのあたりというのは分からなかったようで、こういう壺が出てくるんですね。これは地域の人が、その土地の持ってる方などが家に昔こんなのが出たんだよって持ってられましてね、まあ、そういうものを資料館で、お預かりしたと、こんな感じですね。これは末期の壺ですね。灰色のであります。まあ、こんなものが服装されていたものがかなり出てきて、でこれがやっぱり香川の篠山オーケストでローンテニスクラブというのが昔からあるんです。ご存知でしょうか。香川のちょっと駅からずっと北陵高校の方に歩いていきますとね、北側に歩いていたところの山の上がローンテニスクラブ、その山の上は篠山と昔から言われているところですが、その山の上自体は弥生時代の村の跡で、テニスコートがずっとこう土を削られてこう作られてるんですけど、削られた周りを見ると土器が結構いっぱい出て、昔はよくそれだけの土器がたくさん拾われているようなことがいっぱいあったんですね。でその山がこうありましてね、その山のこう崖の斜面のところにまた今度は横穴古墳が作られている。でこれちょっと今写真をこう見ていただくと、ちょっとこの茶色っぽい、これ実は関東ローソンの赤土なんですね。で赤土の崖のところを、まあ、住宅を作るということで工事が始まっていったら、まあ、ちょっと一部穴が開いたということで来てくれというで見に行きましたら、こういう黒い土がこう赤土の中にこう見えた、ね、これもこういう感じでありますでしょ、こういう感じになっていて、で下の方がこういう黒い細い溝になっているというのがお分かりになりますよね。これが土の色の違いで、私たちが発掘調査をした時にこの土の色の違いがあるので調査ができるんです。いうことで、まずこの黒土を掘ることが私たち仕事なんですね。赤土がずっとあって、実際問題はこの高さのところにはこの土がないといけない、この土がないといけないのに違う土が入っているということで、これは人間が何かをしたということになるわけです。これを掘りますと、まあ、こんなようになって、黒を取りましたら全部赤土のものになって、ここに入り口が、ちょっと暗いけどご覧いただけましょうかね、ここにも入り口があるということです。で左側の方は下からこういうアーチ型のこう穴が開いてるんです。一番下のところで、こちら側はこのちょうど中段のところに穴がこうあるということなんです。これなんでかというと、土の地層でも硬さのところを選んで、柔らかいと崩れてしまうので、その地層で少し高さがあるということで、まあですからあくまでもその土の決して柔らかいところを掘っているということではなくて、むしろ硬いところを選んで掘っているという状況が
まあ、見られます。たまたまここでは2つ見つかったんですけど、もう一つはここに墓道といって、このお墓に行くための道が階段状に作られている。これもなかなかここまできちんと調査ができている、つまり私だからが調査ができる状況があったのが非常に珍しいんですね。で、その一つの穴の中に電気を入れて明かりを取ると、こういう形でまず入ったところにこういう玉石ですね、こういうこのぐらい拳台ぐらいの玉石を、瓦石をずっと敷き詰める。でもうちょっと奥に行くと一段高いところにまた棺の座がありまして、でここにもその拳台の石が敷き詰められる。で、まあ、ここにまあ当然棺をこう入れる、中に安置するわけですけども、まあ、水にその地中の水分に触れないようにこういった石を、でこれはまあどこでも同じような状況がありますね、必ずこう石を敷き詰めた上に、まあ、おそらく棺を乗せている、まあ、そのままということもあるかもしれませんが、まあ、ここのところでこうずっと墓道があって少し広くなっておりまして、ここで最後に、お参りをする、あるいは後世お参りをしたりですね、最後にお別れをする場として、ここは前庭部という前庭部という言い方をするんですね。でここから玄室といって墓室になる、ね、そんな言い方があります。でここの入り口を玄門と言ったりするんですね。からこれ内側からこう見ますと、こう長縄でですね、でこの関東ローム層の赤土の非常に硬いハードロームというところなんですね。普通の移植ごてで、まあ、削れないことはないんですが、ものすごい力を入れないと削れないぐらいの硬いところです。ですからまあ崩れない、柔らかいところですと、もうやっていく中で崩れてしまうことがあります。でそういう ところを選びながら、かつておそらく7世紀ぐらいのこと、600年代前後の人が掘っていくわけですね。長縄という手斧をこう使いながらこう見事に、まあ、私たちの時代タイムトンネルって昔テレビでやってまして、そんな感じがしましたね。でこの中は真っ暗ですから、当然のことも真っ暗ですので、電気を入れて初めてこの様が見えたんですけど、もうそのまんまでしたね。こんなに美しかったことを覚えております。ですからこの古墳の中の調査というのはいつも暗いところですので、夜も、まあ、電気を必ずこう入れて調査をしないと何もできませんので、昔はですね、まあ、私横浜時代随分これ掘ったんですが、山の上でこう夜中ずっと調査をするんですね。こう点々と調査やった時にはこの明かりがつきましてね、なんとなくこう不思議な不正がありますね。しかしこれはお墓であります。中には当然のごとく人骨がありますし、副葬品がある、そういったものを全部記録をしていくということをしております。まあ、これ上から見るとこんなような感じで墓道があって、現在はこの道路が先ほど言いました広い道になってこの幹線道路になっているわけですけれども、つまりここの谷がですね、こちら側が300クラブの丘で、こちら側が、今、ローンテニスクラブというテニスクラブの山なんですが、でここがこの道を作るためにその現代削ってしまったのかと思っていたら、この古墳の調査をすることによってこの墓道がですね、おそらく600年前後の西暦600年前後、今から1400年前ぐらいに作った人たちは、ここにもやっぱり道があって、ここから入る墓道を作ってここにお墓を作っていると分かりましたので、この道は確実に1400年前には存在していたということが分かる、まあ、この道の歴史というものをこれだけ明確に知ることができたのは非常に素晴らしいことだったわけです。まあこれが、これは昭和56年に調査をした、やっぱり
その篠山、今のローンテニスクラブの南側の斜面、先ほどのは東側の斜面なんですが、あのずっとまあ4面あるような形で見れば南側と東側にあの見つかった。でこれはあのたまたまそこに住宅を建てるということだったもんですから、その、削られて穴がポッと出てきたんですが、他のところはまだ林になっているところはまあどうもわからないんですね。あのそのまま穴が埋まってしまっているということですね。ということです。まあ、これがこんな調査で出てきたものでして、あの奥の方はこういう直方体の石で間仕切りをしているという形 で、 あとこんなところであの骨が出ていますし、ここには刀が一振り、まあ、白いのは骨で、その中にですねこういうビーズ玉、ガラス玉とか耳飾りがこう出てきたということですので、まあ、ここには頭があって頭溶けちゃったとこういうことなんですね。あんまりそういうことを言うとみんな調査しなくなるもんですから、終わってからそういう話をするんですが、まあ、当然のごとくは首飾りがあって耳飾りがあるというようなことですね。ただまあこれやってますと全然あの気持ちが悪いとかいうことなくなりますから、ちょっと弱い人はこういうのを手伝いますとかなり強い人になることですね。でこれがあの先ほどの服装の刀、これが一番奥にありました。ですからこれも盗まれていなかったということになりますね。で直刀というまっすぐな刀、今は当然あの江戸時代の刀というのはこう反っているからこう鞘からスッとこう抜けるわけですね。これ直刀の場合はその長さでこうなかなか抜けないであります。あのまず最初に日本にこう刀が入ってくる段階で、まあ、当時まあ中国なりのところから来るんでしょうけれども、どっちかというとこのまっすぐというのは剣という言い方があって、今剣ですよね。これはあの例えば両刃もろ刃の両方のに刃があるというのが普通、まあ、剣として剣としてあるんですが、まあ、日本にはあのそれが入ってくるんですが、実は日本に入ってきて作られたものは片刃になっていますね。あんまり剣がこう、普及しなかった。片刃というこう大変日本的にあの作り上がっていくわけですね。まあ、かなりその新しいものをこう輸入するんですが、日本のかつ古代の人はかなりこう自分たちのやり方を守ったというふうに思えるんですね。あのですけれども、まあ、あのその剣から日本刀へということ の、 あのちょうど加藤期変わり目の時でですね、形はまっすぐだ、その剣のごときでありますが、大変日本的な形を作り始めようとした、まあ、当時の人たちの気持ちの分かるものになっているわけですね。まあ、これが鐔でありますね。あの透かし彫りで非常にいいあのものがたまたま出てくる、まあ、こんなものがこう出ている。まあ、茅ヶ崎あのこういった古墳類がですね、あの、まあ、ずっとあります。まだ調査してないものがたくさんございますので、これから何かの折には調査をすることになると思いますし、あのところどころこう山の斜面に行きますと、あの穴が開いていたりして、まあ、そういうものは防空壕か横穴古墳、まあ、あの防空壕という考え方はあの、まあ、当然この茅ヶ崎にたくさん特に第二次世界大戦の時に作られるんですけども、その横穴古墳を再利用するという例がかなり多いんですね。まあ、そういうことで、まあ、防空壕だと言っても、もともとは古墳であったということもあり得るんで、まあ、今後まあそういったものが出てきたときはそれを見ていくということになるんですね。ちょっとそういったものが茅ヶ崎にもかなりありますよ。特に崖のところ、いろんなところで崖があったところ、関東ロム層があって しっかりした地層のあるところは、そういったものを古代から考えて、古代の人はそれをお墓にしていた。そのお墓はもともとあった古墳盛り土の力を省く、その労力を省いてそういったものを作って、横穴古墳大結墓が流行った流行したというふうに考えていただければよろしいと思います。
はい、次は今度は縄文時代へ参りたいと思います。縄文時代の貝塚ということで、まず茅ヶ崎にはですね、5つの貝塚が見つかっているんです。ずいぶん古くから貝が、あるということで、堤の堤貝塚、それから、この香川から下寺尾の西方貝塚という北陵高校という高校があるところでしてね、その北陵高校のところに、西方貝塚が見つかったんですけれども、これちょっと写真で見ていこうと思います。これこの間もお見せしました鳥観図でありますが、この辺りの、ですね、こういう少し高まりになっている辺り、ここが下寺尾であります。ここがそうですね、駒寄せ川があって小出川があるということですので、この辺りが下寺尾の低いで、西方貝塚って標高に12メートルぐらいなんですね。でそんな低い貝塚っていうのはあんまりこう考えられなかったんですが、つまり縄文時代前期というのは非常に地球が熱くなって海岸線がかなり入ってきて、茅ヶ崎の3分の2は海になってしまったという時代なんです。その頃の貝塚なのに、そんな低いところでこう作られるというのはちょっと不思議なことが感じたものなんですね。これまた改めてこの写真ですが、ちょうどその今言ったのこの出っ張りです。ここに駒寄せ川の谷があり、こっちは小出川の谷がかなり湾のごとくになっていた、ここにこの先端のところにあったというふうに思っていただきたいと思います。現在の海岸線があって、これが、国道1号東海道ですね。でここにこう、この辺りを相模線が通っているというところですが、この辺りに、この西方貝塚がありますよということですね。これ昔の写真です。これがおそらく昭和50年代の最初の頃を撮った写真なんですが、北陵高校がまだこんなような状況ですね。垣根がずっとあって、でここに西方貝塚畑が、でこの下に七道伽藍跡という古代寺院がこうあることが分かるんですね。そしてこの北陵高校のところには、その後高倉群雅という古代役所が存在したということが分かる。もうこの下寺尾のこの北陵高校の周辺、これは西方というんですが、西方遺跡は、縄文時代の貝塚もあり、そして、弥生時代の大観豪集落もあり、そして、古代の群雅跡もあると思います。すごいところであります。それがこれからもっといろんなことでこう細かくですね説明されていくと思いますので、ちょっと覚えておいていただきたいと思います。西方貝塚、縄文時代前期の貝塚でして、先ほど申し上げたように海がだいぶ入り込んでいる。しかし南側には駒寄せ川の谷がある、そして北側は小出川の谷がある。で小出川もかなり湾のごとく川幅の広いそのことが想定されるということでありますが、海のごとく海と川の淡水が混ざり合って、ちょうどその中間 の、 塩分を持った場所でありましたから、大和しじみという貝がたくさんどうも取れたんですね。大和しじみを中心とした貝塚がここで形成されている。当然海もすぐでしたから海の貝も取っておりますし、ただそのいつもそのしじみが、大和しじみが取れる場所であるということですね。こんなような貝類が出ておりますね。大和しじみはこれです。あと牡蠣なんかもたくさん出ているんですね。こういうところでちょっと小さな貝塚でありましたけれども、こういった種類の貝殻が、残されておりました。こういう土器類がたくさん出て、ちょうど縄文時代前期というのは縄目の文様を多用する時代の、縄文土器という
その言葉が作られる一つの背景にはですね、この縄文時代前期の土器をたくさん調査する機会があって、まあ、不思議な文様だということで、まあ、なおなおと、縄文時代のその縄文というものを考えるならば、この縄文時代前期の土器類というのは最初に研究が始まったものであります。まあ、縄組紐をですね、紐を寄って、そしてまた、もう一本で寄ってということをこう繰り返して、まあ、紐を作っていく。それを、柔らかい、まだ乾いていない粘土のところにコロ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 転がすと、こういう縄目の文様ができるんですね。まあ、昔はその手ぬぐいのようなタオルのような、あるいは、まあ、軍手のように編んでいったものをここにベタッとこう貼り付けたというふうに思えるんですが、まあ、このぐらいの短いですね、組紐をこう転がすということは非常に合理的な文様をつけている。でその組紐といいますか、まあ、これは縄文と私でも言うんですが、縄文原体というんですけれども、それを例えば途中で祝いてコブを作ると、またそのコブを作ったところが反対側にこう、こう斜めに粒々ができたのが反対側になるといったような、まあ、いろんなパターンがあるんですね。そういう紐一つで当時の人たちはいろんな文様をこう開けて作っているということで、これもまた興味深い縄文時代の、まあ原点であります。ちょっとその今はその大体6000年から7000年前の縄文時代前期の西方貝塚、まあ、この時代の貝塚は一点その一人遺跡しかなかったんですが、縄文時代後期になりますとですね、4つの貝塚が見つかっている。でこの貝塚を残すというのは、その同じ縄文時代後期の遺跡というのはたくさん周りにあるんですが、貝塚を残しているのは今のところ4つなんですね。まあ、このずっと縄文時代その後期の遺跡があって、まあそれなりのこう人の生活の跡があるんですが、まあ、貝塚が残されているのはこの4つだけだということがまず一つ重要でして、そういった貝塚を残すところを調査していきますと、例えば竪穴住居士がいっぱい見つかる、まあ、大きな村であるということなんですね。でその大きな村である竪穴住居士だけではなくて、例えば墓地も見つかる、その村の中に墓地が作られている、あるいはその村の中にちょっとしたこう公共施設的な何かの施設があったと思わせるような遺構、まあ一つの村で、全てのものがその整っている。まあ一般的にですね、墓地が存在するというのは、かなり高度な、まあ、豊かさを感じさせるものでありますね。まあ、墓地がこう存在してずっと代々墓地に葬られるということになりますと、どうも縄文時代は右から左へいろいろと土地を移動しながら生活をしてたと思われがちなんですが、少なくとも縄文時代の中頃ぐらいから一つの村で、かなりそこで定住を行っていたと思わせるものがあって、まあ、それのまあ、一つの大きな要素がその墓地でありますね。まあ、そこで亡くなる。ですからその村で生まれて、そして亡くなるまでそこの村にいたという、まあ、そういうふうに考えられる状況がもうすでに出来上がっているんですね。まあ、その場所に、その村そのものにずっとその場所にいるかどうか別として、その少なくともそれを拠点にして小さな移動、まあ、その村、墓地のある村を拠点にして、周囲とのこう行き来をしながらこう生活をしていた可能性がある。ですからそういう拠点のとこ、村のところには、貝塚が残される例があるということなんです。村人たちこぞってですね、海に出て貝を取ってそれを加工するというようなこと、そして地域の拠点の村ということで、非常に大きな
集落規模を持っていたと言えるんですね。ちょっとこの4つのものを紹介したいと思います。住み替え図の住み替え図が堤というのは大体お分かりでしょうか。茅ヶ崎のこう全体からすると、真ん中ぐらいというか真ん中のちょっと北側というのが大体堤地区で、小出地区のですね南側が全体に堤というふうに言ってよろしいんですが、ちょうどこのところが、堤坂下の谷で、これをずっと七曲がりの道を通って上に小出の、農協があって、 あるいは、小出小学校があってというような場所になるんですね。この一番高い茅ヶ崎で一番高いところに登っていく、その坂の始まりがこの堤坂下、そこのあたりに北側にこんなような出っ張る尾根があるんです。ちょっとこの茶色くあえてこうしました。これがちょっと一段高くて、そこから下があの林になっておりまして、谷間があるんですね。ここもずっと谷になっておりますし、ここも谷なんです。かなり埋め立てられて畑になっているのは、かなり、段差が少ないんですが、これは谷がですね、こういうような北側に向かった駒寄せ側に向かったこういう尾根のところに積み替え図が作られました。ちなみに先ほどの十二点五分はその隣にこの尾根です。この尾根のこの辺りに円墳があり、前方後方墳があるというふうにちょっと覚えておいていただきたいと思います。十二点五分と積み替え図が隣り合わせにあるということです。でこれをさらにいきますと、こんな感じのですね。でこちらが、西側にある貝塚が県の史跡になっております西貝塚ですね。堤貝塚でも西側にある貝塚で、ここの赤くなったものは市の史跡でこの間、として指定されました東側の貝塚ということで、西貝塚と東貝塚があるというふうにちょっと、覚えておいていただきたいと思います。こんなような感じですね。これが西貝塚、これ県の、史跡になっています。でこの堤貝塚というのはですね、非常に大規模な貝塚が残っております。今神奈川県にもいろいろと有名な貝塚もあるんですが、かなり壊されてしまっていることが多くてですね、この茅ヶ崎の堤貝塚はほとんどこの海藻が残っているということで、それで県の史跡に指定されることになっているんですね。それともう一つこちら側が東貝塚ですね。これはもうちょっと規模が小さいんですけれども、茅ヶ崎で一番最初に考古学の発掘調査が行われたということです。ともにですね、この堤貝塚というのは、大変神奈川県でも有名な貝塚でありまして、考古学の概説の中に必ず出てくるということですので、ちょっとそれも有名な貝塚なんだよと覚えておいていただけると、こんなふうにかつて調査をしているんですね。昭和50年40年あたり の調査風景ですね。白っぽくなっているのは貝ですね。ですから昔は貝塚分かりやすいんで、こぞって研究者がいろんなこの貝塚の調査に行くんです。で貝塚というのはカルシウム分が非常に強いんで、それぞれの貝が腐らずに残っている。で合わせてカルシウム分が強いので、当時の骨なども、どちらかというと保とうとする、腐らせない一つの状況があるので、貝塚を一つ掘りますと当時の環境、かなり自然の環境が見えてくるんですね。食べていた動物類、鳥の類、魚の鱗まで残っているんですね。魚の骨とかですね、かなり残っているので、当時の、何を食べていたかというのが分かりますし、当時にどういったその、動物たちがいたのかということも分かる。でこれは貝塚の調査をするというのは、考古学者にとっては非常にありがたい、やりたい調査ということなんですね。
まあ、こんなような感じでちょっとあの調査をしている風景をこう見ていきますけど、あのそういうあのものを置いてですね、トレンチといいましてね、1メートル幅ぐらいでこう試し彫りをこうずっとしていきます。であの中に入って1メートルから2メートル幅、これは2メートル幅ぐらいですね、あの調査をしていって、引っかかった貝塚とか土器があるとその周囲をまあ調査していくというやり方をしていますね。まあここにはちょっと掘っていったら貝塚が見つかって、貝層が見つかって、その周りに瓦石で、囲まれた囲炉裏が見つかったよ、こういう事例ですね。そうですね、貝塚で、この、縄文時代後期の貝は断尾キシャゴというカタツムリみたいな丸い巻貝なんです。でこれはながらめとも言いましてね、今あのちょっとしたあの料理屋さんでこうお酒頼むと、そのながらめがお通しで出てきたりすることがあって、でも千葉県結構いろんなものがあって、今の海岸にもこの断尾キシャゴがいっぱい生息していますので、私は随分5時仕事終わったら一番であの海行って足でこうこう指で捕まえてこう取るんですけども、巻貝です。で非常に綺麗なあの光沢があって、柄の綺麗な貝ですね。味はもう知ったかとか、あのこの断尾キシャゴ同じような味ですけれども、あの茹でて食べたりしますね。あの今でも茅ヶ崎のこの辺りの海岸には、砂の中に生息しています。なかなか楽しいですね。あのそんなことをこうやっていたので、それがまあ少なくとも縄文時代3500年前の人も同じようなことをしていたんで、私はあの結構そういうことをこう、ああ縄文人と共有してるなというのが随分溺れそうになりながらと思ったんですが、昔からある茅ヶ崎海岸の貝である。そしてまあその中で、こう石で囲った囲炉裏が見つかっているね、石がこういう、つまり縦穴住居という穴が斜面部に掘られていた、その住居が使われなくなった後にくぼみがありますよね。そういうところにこう貝を捨てている。で貝はゴミなのか否かというのは今やるとまた私燃えて時間が全くなくなるんですが、かつて縄文人は一体ゴミという捉え方、つまり私たちが今考えている単にゴミという考え方であったかどうかというのはまたお話をこういつか一緒にしたいと思うんですが、ちょっとそんなことも考えていただきたいと思います。少なくとも住居とかそういうのに捨てられました。でもう一つ言うと、その貝に捨てられた住居の全く貝殻で捨てられてるんですが、その中に遺体が一体まっすぐあの葬られている霊がというようなことも含めてですね、まあ貝殻を単にゴミとしては捉えていなかった可能性があるみたいなことをこう申し上げるんですが、もうあのいつかまたそういう機会を作りたいと思います。あの積み貝塚、これ有名な貝です、あの土器でありまして、これも考古学の概説に必ず出てきます。縄文時代後期の堀之内一式という土器の、一つの典型的な形態でありますよということですね。こう渦巻き門みたいな形でですね、非常にいい形をしている。あのこれも市の重要文化財に指定しておりますので覚えておいてください。これはちょっと色がついてて、これちょっとこう文様がくっきり白黒にしますとくっきりしているんですが、こんなような模様で、この模様は好き放題やったのではなくて、まあ、当時この時代にはこういう一つの形、あのつまり模様の作り方というのは基本的に決まっておりまして、その要素が全部ないとどうもいけなかったんですね。で勝手な文様を作ってしまうということもないんです。それが、まあ、人間があの非常にこう、まあ、ある意味では保守的なものであったし、伝統を守るという話を申し上げたものなんですが、あのこの模様を見ますと、もう今考古学を勉強していますと、あこれは縄文時代後期のということも分かる。じゃあそれぐらいなんですね。あの好き放題ではありませんから、この時期の人たちはこれをこの一つのパターンを中心にしてあの全ての土器を作り上げるというふうに考えていただければと思います。
まあ、これもそうです。これは今の堀之内知識よりも次の段階で、これはその次の堀之内認識という時、それで、カソリ B1 式という時で、少しずつこうずれ変わっていくんですけれども、基本的にはですね、まあ、この間にも、こういくつかのパターンがあるんですけども、文様や鎖状のものを作るとかですね、あの鎖状のこう帯をこうずっとつなげていくとか、あのここなんかはここにこう鎖状の流体というのパターンをこうずっと持っていて、こういうのがありますね。でこれを残すと ここの部分、さっきのこうちょっと鎖状の帯みたいなのがありますでしょ、まあ、こういうパターンというのはもうこの時期にしかないんですね、というような見方ができていきますと、まあ、土器の歴史が見えていくと、まあ、ここをあの包み返すことでこれだけ釣り針が出てでき、見つかっておりましてね、でこれなんか明確にほとんど残っておりますでしょ、これ返しがついて獲物が逃げないようにするので、これ内側に今現在の釣り針ってほとんど内側になって、釣りをやったことのある方はお分かりかと思うんですが、まあ、これはあの、外側にこう出てますね。でこれどうも縄文時代はこのパターンなんですね。あのハワイのビショップ博物館もほぼ同じこの形がたくさん展示されています。あとこれは鹿の角で作った森ですね。これも返しがついておりますから、なかなか当時の人たちもよく考えて、いるんですね。この間も話したくはあれなんですが、あの海口武さんが町屋に在住のあの人は釣りが大好きで、いろんなあの漁をした、よく谷の中で石をガンガン叩いて、冬の、その魚をびっくりさせてなんていうふうなことやって、コマーシャル見たことありますけれども、あの南太平洋の方でこの釣り針をこういうの持ってて釣りをしたら餌なんかつけなくても釣れますよなんていう報告をしていましたね。あの当時、まあ縄文時代あたりでしたらもう十分これで釣れてしまった可能性がある、まあ、こういうタイプの土器がこの積み返すが全般にあります。でこれはあの今あと3つの返すがちょっとご説明しますが、ほぼこのタイプの土器にあのこの時期限定されております。これが次はなめがや返すがね、文教大学のあるところと言っていただく、考えていただければよろしいと思います。大山が見えます。芹沢のあたり、芹沢なめがや行きますとこうやって大山が見えるんですが、今この青くしたのが小出川、そしてここがなめがやの谷ですね。で芹沢の排水地というのがありまして、あのかなりこう、山を一部壊して、まあ、きちんとした排水地を作っているんですね。昔はここは誰でも自由に入ってゲートボール場があったり、子どもたちが一輪車を練習するので非常に広いところでいいところだったんですが、あのいろんなテロとかそういう対策で今勝手に入れないんですけども、あの青少年課というところにこう、頼みますとある時期時間空けてくれたりしますから、この中にこう遺跡の説明とかですね、そういったものもありますし、このゲートボール場のところからこう景色を見るのもまたよしですね。あの私のまた丸ごとでもこう散策をずっとした、ここを通ることがあります。これからもすると思いますので、あのまた何かの機会にご一緒したいと思います。でこれがなめがや返すからです。ちょうど実はここが木のあるところが、まあ、谷間です。で木のないところはあのこう平坦なところで畑にしているところなんですが、こういう形で谷の入っているあの大地です。絶上台下のような形で、こう尾根から下のような形でキュッと出てくるところなんですね。でここに文教大学のキャンパスが出来上がって、あのその文教大学 その先ほど畑の部分、平坦なところをこうずっと調査をいたしましたら、まあ、こういったあの縦穴住居跡がたくさん出てきてるんですね。あの柱の穴がたくさんこう出てくる。実はこの縄文時代後期の段階というのはこう壁際にずっと穴をこううがちましてね、
それで、その住居を作り上げてるんですが、まあ、これをこうずっと調査すると1段階2段階といって拡張しているという例がかなり多くて、家を広くしているというようなことをしているんですね。まあ、これもそうなんですが、こういう柱の穴がずっと一周円形のごとく起こっていて、それがまた、おそらく子供が生まれるとかそういったことで婚姻が進んでいったりすると、こう少し広げていくというようなことをやっているんです。今度は縦穴住居ですが、そういうことできちんと当時の人たちは今の私どもの住まいと同様な考え方を持っていたということが分かりますね。石で囲った立派な炉が作られております。まあ、かなり立派な縦穴住居跡だと思います。これ直径6メートルぐらいの大きさだと思っています。まあ、こういう形で特に縄文時代後期、縦穴住居にもいろんな形があるんですが、各時代によって形も違う、四角っぽいもの、丸っぽいものっていうのがあるんですけど、柱が、村持ち柱が周り4本だけとか6本とか、そういう時期もあるし、まあ、この縄文時代後期のはこの壁際にずっと柱を掘ってですね、こう柱を立てて屋根を作ると、このパターンですね。ですからこの形を見ると縄文時代後期だなっていうのがもう分かると言っていいぐらいですね。そういうやはりこう土器と同様に住まいにも形が変わっていく、その時期時期のものを作っているということになります。この仏教大学、ちょうど今道路、大学のところに前に道路があるんですが、その道路を作るときに調査をしておりまして、ちょっとこれあんまりこうピントが良くないんですが、穴だらけで、柱の穴だらけですので、何度も何度も住居を作り上げているということが分かるんですね。先ほど拠点的なと申し上げたんですが、村、拠点の村は縦穴住居もたくさんです。で、ここにですね、人がこう、まあ、ある程度こう集まってきますと、まず食料として周りの、植物を食べますよね。実を食べたり、まあ、葉を、若葉を食べたり、わかめを食べたり、根を食べたり、ということからするとこの周囲は5年10年でかなり枯れていってしまう。で、おそらくここに集まっていた動物たち、動物性タンパクを取るための動物たちも、その周りに人がいるということでもいなくなっていくし、その彼らの食料でもあったその植物たちが枯れていくと、当然この辺りに動物もいなくなる。とするとここに住んだ村の人はその食料確保がちょっと、大変難しくなっていく。とするとある時にですね、その植生を元に戻そうとするために今この場所を一度、全くゼロにする、空白にするといったようなことをどうもしていた可能性がある。で、その近くのところに新たな場を設けて、どうもそういったことを交互にしていた。で、例えば5年生、ここに人が、まあ、ある程度の生活をしていくと、かなりその植生が変わっていく、5年10年で変わっていくけれども、またそこをそのままにしておくと、まあ、当時また5年10年の中で、元に戻っていくといったようなことになっていたんだろうと考えられる。まあ、そういうことで柱がたくさん出てくるというのは、そういうことの繰り返しの結果というふうに言うことができるんですね。まあ、ちょっとその例でありました。で、文教大学図書館がございましてね、図書館等の1階の、奥のところにこういった当時の調査した時に出た土器類、石器類が展示していますので、文教大学が自由に出入りできますから、ちょっと向こうの方をたまには散策してですね、こういったものをちょっと見ていただいて、大学の食堂でちょっと食事をするっていうのはなかなか楽しいんですよ。こんな風に展示しています。なんか都市関東の1階行きましたら事務所がありますから、そこをトントン叩いて見ますと言って電気つけてくれますから、そういうのね、ぜひともやってください。から丸山貝塚という貝塚が、これは堤なんですが、どちらかというと湘南ライフタウン、
つまり、茅ヶ崎でも藤沢寄りの方にあの丸山海塚、ここはあの堤の、排水池がある。堤の排水池を作るときに、まあ、調査が一部されて、あとは壊されてしまったんですが、これも縦穴住居の中に断壁斜を中心とした海面がたくさん埋まっておりました。で、調査をいたしましたらね、まあ、その貝の下にお墓が出てきた。で、こんな感じでその、新天層があったり、あの横たわって足を曲げているといった2つの、お墓が出てきたんですね。まあ、これだけきちんと、出てくるというのはもう非常に歴史的な資料になるので、まあ、ちょっと気持ち悪いなと思う人は気持ち悪いんですが、おそらくここで付き合ってもらいますとね、もう実に愛おしい顔で見るようになるぐらい、もう本当にね、そんな感じになるんですね。で、これなんかあの石を抱いてますでしょ、胸にね。で、これなんかはもう昔からよく私のこういろんなので習った石を抱くその、そう宝石層というような言い方をするものにも似てますね。重い石をこう胸のところに置いて、その魂といいますか、また機械で悪さをしないようにするとか、まあ、そういったような考え方があの、まあ、こういうものにこう出てくるんですね。まあ、ちょっと面白い例でありますね。あのいろんな考え方があるんですが、少なくともこの同じ村のところに、同じ時代のところに足をその体をそのまま伸ばすあの一つの埋葬の仕方、もう一つはこうやって足を曲げるという埋葬の仕方が存在するというのが、まあ、それ自体でも非常に興味深いんですね。みんな普通は同じようなやり方をすると思うんですが、まあそういうことで非常にこう興味深いといいますか、あの当時の縄文時代の人たちがどのようなこう生活をし、どのような思想の中にいたか、例えばこういうその葬送の仕方の違い、まっすぐあるいはちょっと体を曲げているということを、これはそれぞれにそれなりの理由があるはずなんですね。それはあの、いろんな考え方がありますが、あのいろんな人がまたここに集まってきた、こういう体を曲げる一つの葬送の仕方をしていた人たち、種族、集団、あるいはこういう形でまっすぐにしてこう埋葬するという一つの集団だと、そういう集団がこう集まっていた可能性もありますし、あるいは、その身分であるとかですね、そういう男女であるとか、そういった ことも考えられる。まだはっきりするところではないんですが、ともあれそういうことを考えなければならない例がこの2つのものの中で、十分こう出てきているということなんですね。それから久保山海塚と、これ芹沢の一番近い北側なんですが、これ写真があるって申し訳ないんですが、本当にこの部屋ぐらい、部屋よりも小さいぐらいの発掘調査をしたんですが、まあ、土器だらけ、とにかくあの土の袋にですね、400も500もこの土器が、その拾われる、あのもう本当に土器だらけで、三内丸山と青森県に有名な遺跡がございますね。あそこもものすごい土器が、それとその一部を切り取ったような感じでだとイメージを持っていただくといいんですが、ある斜面部にですね、そういった土器がたくさん捨てられている。まあ、これがそこに出た貝塚であります。この貝塚はね、誰も分からなかったんです。工事の時にこの調査によって初めて見つかったんですね、新しい貝層です。でも断壁斜後、それと大和しじみが、これも小池川沿いなもんですから、大和しじみも取れたので、どうも一緒に貝から捨てられていた。で、ここはですね、あの実はこういう斜面でちょっと見にくいかもしれないけど、ここ上に道があって、谷に向かって、これ柳跡という谷に向かってですね、ちょっと行くと里山公園になるんですが、その斜面のところに捨てられてるんですが、
この海藻の下には基本的にはほとんど土器も出ない。でこの海藻のちょっと上ぐらいから上にも全く土器が出ない。この海藻と一緒にその縄文時代後期のある一段階だけこの場所に人の痕跡が見える。で非常にあの明白といいますかね、その前でも人の生活の跡は見えないし、この後もどうも人の生活の動きは見えない。ちょっとあの面白い例でしたね。こうやってこう見るともう貝塚しかこのその下、今久保山というところは芹沢、まあの里山公園の一番北側のところなんですが、あの今あの北側の北駐車場のところのすぐ近くでありますが、この畑のあたりにこう貝塚をしてまた土器を捨てた人たちの村がずっとあるはずです。まあほとんど調査がなされておりますので、これからこう村そのものの解明がなされるということになります。まあこんな土器やって言ってますね。道具、これヘアスタイル、髪の毛のヘアスタイルっていうのが分かって非常に重要な資料となっております。で墨貝塚、そして丸山貝塚、滑ヶ谷貝塚で久保山貝塚で、これがですね大体あの間隔では一番近いところは 1.5km ぐらいで、長いところは 2.5km ぐらいで、茅ヶ崎の北側にこの4つのものがある、まあ、ある意味ではそれなりの間隔を持ってある。で先ほど言いましたようにあるその場所をその周りでその食料確保をあるいは自然を壊さないためにそういった移動をしているということからするとちょうどいい距離なんですね。であの例えばですね、久保山貝塚とものすごい土器が出たとさっき申し上げたんですが、その柳跡という谷を越えた反対側に、腰掛神社という神社があるあたりになるんですが、そちら側に行きますとあれだけ南側の久保山貝塚には土器がどこかでも出るんですが、その上のところにはほとんど出てこない。これはなんでこう見えるんですよ、谷があって。つまりあの、当時の人たち縄文人たちは自分たちの村の周囲に乱開発をしないようにしていた可能性、ね、あのそのように私は考えています。縄文時代の人たちは、もうところ構わずその自分たちの生活の後にしようとしたのではなくて、かなり自然の中で自然と一緒にですね共存する一つの形をごく普通にとっていた可能性を感じさせているんです。まあそんなことをこう茅ヶ崎のこの4つの貝塚は、教えてくれております。次にですねちょっと飛んでいきます。古代の話をさせていただきたいと思います。下寺の灌漑石群というのが見つかりまして、今の先ほどの3500年前からですねかなり飛んでしまいますが、これはあの西暦の600年代先ほどの古墳時代の終わりぐらいから平安時代ぐらいにかけての遺跡をこう見ていくと古代の社会が少し見えてくる。茅ヶ崎にあの当然ですね、下寺の北陵高校のところに、高倉群画という、高倉群、高座群のですね古代の役所が、ね、あるんですね。これはもう確実にあると言って申し上げてよろしいんですが、あったわけですが、まあその役所というのはあの例えば相模の国でもかなり大きな一つの軍の役所ですから、まあ、ちょっとした都の景色を私は持っていたというふうに考えております、まあ、その、高倉軍が高座軍って今私でも言いますでしょ。高座軍寒川町、まあ、茅ヶ崎も高座軍にあったんですが、あの高座というのを、私たちは今高座と呼ぶんですが、平安時代の記録書は、を調べてみましたらね、高倉、例えば太いとか多いという字で田、それで高倉の川は加える、で倉の倉は久しい、
そしてラは良という字で書いてあるんです。いわゆる万葉仮名、漢字一文字が一つの文字、ひらがなと同様の考え方で、その記録書にはですね、高倉とそういうで読んで、どう見てもそれは高倉と読むわけですね。一つの漢字のにその大きな意味を持たせないで、一つの漢字をひらがなのように一文字で読ませていた時代、まあ、万葉仮名とかそういったことになるわけですが、ですから講座というふうには読んでないんです。高倉と読んでいたということが分かりましたので、私どもは高倉群だと言っております。まあ、それを中心とした下寺灌漑遺跡群というのは、もう一つは指導仮名跡という古代役所が、古代の寺院が見つかっている。それを一体をですね、下寺灌漑遺跡群として国の史跡に指定されたばかりなんですが、まあ、それを中心として芹沢の下馬遺跡、下馬英遺跡とか西久保の大町美遺跡、あるいは、浜の郷のあたり、非常に古墳時代から奈良時代にかけてものすごい発達する。そして井村遺跡という本村にある木簡が見つかっている。それから小和田辺りでも貝塚が、古代の平安時代の貝塚があったりですね、漁業をした、まあ、貝塚があって、それから、当時の役人が行われている産業をしている一つの状況、あるいは古代の役人が住んでいたと思われるような跡が、まあ、小和田辺りで見つかる。で、そういうものをこうつなぎ合わせていこうと思っています。で、今こういう図ですね、ごめんなさい。で、ここの一番、ここが高倉群がなる下寺を灌漑遺跡群であります。で、ここが芹沢下馬遺跡ですね。で、3番が西久保の大町美遺跡という遺跡です。で、4番、この辺りが浜の郷で、川沿いなのにものすごい、村が発展していくというところである。で、まあちょっと、おそらく、古代にあってはかなり中心的な要になる、地域であったとこう考えているところですね。それから本村の井村遺跡というと、それから小和田菱沼あたりにどうも古代の役人がいたと考えられる状況が見える、こういうことなんですね。下寺灌漑遺跡群をもう少しこう申し上げていきたいと思います。で、これが高倉群が跡であります。北陵高校があって、今もう校舎がなくなっております。ほとんどの校舎なくなっておるんですが、グラウンドのところで調査をいたしましたら、その役所跡とかしか考えられない遺構群がたくさん出てきたんです。で、どうもそれをこうずっと見ていくと、このぐらい四角に囲われた範囲の中に、郡庁があり、ここには正倉郡、正倉院ですね、蔵の跡がたくさんあり、そして、宿泊施設である太刀の跡ありといったものが見つかったよということで、まあ、これは高倉郡の郡が、軍がという、がというのはまあ役所ということですね。官がというのは役所、全体を官がというのは役所という意味ですね。役所の建物ということですので、軍の建物で軍がという形をしますね。こういうもの、それからもうその南側に七道伽藍跡、これは7つのお堂があるというのが仏教建築の一番最大の、まあ、建物、こういうような意味合いを持つんですが、江戸時代までにこの下寺のあたりに大きなお寺があったということがどうも言い伝えられてきたようで、江戸時代から明治時代にか最初にかけてそういう言い伝えが伝わっていたことが分かって、七道伽藍とこう言われている。で、このものがですね、ここに四角くどうも囲われた塀の跡が見つかっているんですね。で、これで80メートルぐらいの、一辺80メートルぐらいの大きさですから、まあ、この高倉群がで見るとかなり、もう200メートルぐらい一辺の四角い大きな、
区画の中にあったと考えられるんですね。これが古代寺院。そしてこの辺りに川のところに津という、まあ、川の船着き場ですね、川の港、船着き場がと考えられる状況がある。そしてそこでは祭祀を行っている、何らかのこう信仰の対象となっていたこの川である。でもう一つは南側に駒寄川のあたりで、やはりここにも祭祀場の状況を持つ遺物などが出ているということですね。まあ、そういうものが出て、高倉軍の軍が跡があり、そして、合わせて古代の寺院があり、周りに船着き場や祭祀場があるといったものを全体を考えてですね、当時の下寺を灌漑遺跡群ということで国の史跡になります。これ全体の、こう意味合い、関連付けを持って指定されております。そのように考えておいてください。まあ、これが調査したグラウンドのあたりですね。ここに郡庁、こっち側が南でこっち側が北側です。でこちらに小出川、でここに正倉郡があります。これをちょっと、これが郡庁跡ですね。この大きな柱の穴です。これ大きいっていうのはもう 2メートルぐらいの大きさです。非常に大きな穴を掘って柱を埋めて、でここには実はこの真ん中を置いといて、こういう形でですね、長く建物がずっと作られて、でこっちも同様でずっと大きな長大な建物がずっと、それがに囲まれて、ここに、執務室である役所である郡庁が作られた、というようなものなんですね。それからこれは蔵の跡です。正倉院なんていうのは私たち教科書で昔習ったことなんで、あぜ蔵造りで、まあ、そういうようなものと考えていただきたいと思います。で重いものを乗せるので総柱といって、ずっと柱が真ん中にもある。だけどこれなんかはこう長屋の建物みたいなものですから、真ん中には特にないというイメージですね。こういうものが一緒くたに出てくるんです。こんな感じで正倉院であって、この建物跡が、長屋城の建物が、これはどんなものか、今こういう同じような図で、こういう郡庁の跡、これが、執務をする建物である。でここら辺のものは館であったり、ちょっとした宿泊施設、クリアといったようなものが正倉郡にある。で、まあ、正倉っていうのは、今郡と申し上げた国郡里とかいう言い方をして、里は里と書きますが、あるいは郷とかっていう時があって、その郷の数に郡、まあ、ここに郡の郡庁郡がというのは、どうもその蔵を作っている可能性があるというのがあるんですけれども、まあ、今のところ茅ヶ崎ではこれ4つしかちょっと調査上分かっておりません。もっとあるだろうと考えています。まあ、これ東大寺なんですが、まあ、何を見と思ったら、周りにこうずっとこう回廊のごとく屋根のあるこう建物がありますよね。それによって囲まれたお寺であります。まあ、こんなような感じ で先ほども見ると柱の穴がずっとあって、こんなようなものがずっと周りに囲っていたという可能性がある。ちょっとそんなイメージをちょっとあえて、まあ、東大寺で、まあ、ちょっとあれなんですが、まあ、そういったものに近い一つの建物があそこに存在してたと、こう考えていただければよろしいかと思うんですね。こんな写真、柱の穴がずっとありましたでしょう。こういう柱の穴ですね。こういう柱の穴は全く同じような状況、こんな写真ですね。あとは正倉院、あぜ蔵造りの正倉院って、これはご覧になったこともあろうかと思います、写真等で。まあ、これもそうですね。この中はずっと同じような柱を生けてあります。
まあ、あのこれはちょっと瓦で重いんで、あの礎石の上にあったりするんですが、あの茅ヶ崎のものは屋根はこの瓦葺きじゃないと考えられるんで、軽いので穴を掘って柱を切れば十分使えるのであります。次は七堂から。これはあの建物の前にこうやって土器の、たくさんの土器あるいは瓦によってある場所が埋め尽くされるぐらいあります。鬼ができました。二歳土器ですね。三歳とかで、ね、これにまあ、あのちょっと赤っぽい色があるとまあ三歳になったりするわけですから。あとこの銅匙寺ですね。あのスプーンのごとく銅のスプーンですね。ちょっと緑青が吹いておりますが、まあ、これもあのよく正倉院の宝物というのがありますが、あのこんなのがあるんですね。正倉院まずは一つはやっぱりお寺であるということをかなり、確実にしていく資料ではあるわけですね。それからちょっとあの七堂伽藍跡の調査をしていきましたら、まあ、このぐらいのところであの塀が作られた一つの四角いあの、まあ、建物、その中にこう二つの建物が見つかる。で、あの一つのものはどうも瓦がものすごく落ちていた瓦が武器の建物、もう一つは、これは瓦武器の建物で、これは、瓦武器ではなくて掘った手柱ということになります。瓦武器の場合ですね、非常に重いものですから、あの礎石で下をしないといけないんですが、特にここはですね、この建物の下をずっと1メートルぐらいの深さで全部掘り抜いて、また突き詰めながらですね、少しずつ少しずつ固めて、あのその場を作って、その上に礎石を置いて柱を立てて、これだけのことってのはかなり重い建物でということなんですが、まあ、私はだからまだ三重の塔とか五重の塔とかっていう一つの建物がまだ想定されているんですが、今のところ本堂ではないかという考え方もあります。でもう一つは失礼しました、あの講堂ですね。あのちょっと長っぽいところは、お坊さんが修行する、そういったものがある。まあ、あの七堂伽藍というものをがその知られていたために、当時の五十数年前に共同会の人々、地域の人々が、この記念写真をここに碑を立てて記念写真を撮ったものなんですね。今はこんなような形で、あの散策のところで使われていますね。あとはちょっと古代の役所関連で、あの今の高倉軍画を頂点にして、その後に出張所のような司書のようなものがずっとあるんですよというのをちょっと簡単に申し上げていきたいと思います。これがあの先ほどの下梅石で、これが西久保大町遺跡、それからこの浜の郷から本村ですね、井村遺跡で、小和田地域の遺跡ということであります。で下梅石ではやはりあの掘っ立て柱の建物では穴を開けて柱を受けるものなんですが、周りにですね、ひさしの穴を持つという、これもあの茅ヶ崎では2例3例しかない一つの形のものが、大きなものが出てまいりまして、でこれはもう役所の建物としか考えられない、もし腰掛け神社のすぐ近くなんですけども、あの小出川沿いですから、この芹沢あたりの、村からそのいわゆる、古代税を徴収する、そして集積する場であったろう、そういう役所であったというふうに考えております。まあ、こうやって掘っていきましたら、建物が後がずっと出てくる、こう穴があるところ、こういう一つの形、いくつもの、建物がですね、こう同じにしてこうずっと並ぶ配置されている。でこの形も役所ということが言えるんですね。
それともう一つは帯かなるといって、当時役人がこうあの革のベルトのようなのをしておりまして、ね、そこにつける装身具が出てきておりますので、役人がいたことも間違い、まあ、あの下馬あの腰掛神社あたりにそういった役人のいる役所の跡があったとこう考えていただいて、まあ、よろしいのではないかと思います。それから西久保の大町遺跡という遺跡なんですが、これは、やっぱり小出川がこの辺りに流れているんですが、普通のですね、今言った掘ったて柱の縦穴ってこのぐらいの大きさだと思ってください。ちょっと見えますでしょうかね。それとかここにもちょっとこう並んでおりますね。で黒い点が、まあ、柱の穴の大きさを示す、これなんかもそうなんですが、あの並んでおりますでしょ。で実は大きなものというのはここでして、かなりあの黒い穴の大きさが全然違います。おそらくこの部屋ぐらいの大きさを持った建物ですね。当時のものであればかなり大きい、あの確実に周囲の掘っ立て柱とはこう大きさが異なるようなものがある。でこれもやっぱり小出川を使った個人が作るようなそんなレベルの建物ではありませんので、あの小出川沿いに作った西久保辺りのやはり役所関連の建物がこのように考える。それから井村遺跡では木簡が出てくる、田んぼの下をずっと調査いたしましたらこういった木簡が出てきてるんですね。北条という摂政を戒める仏教の教えで、その年に1回ですね、生き物を、捕まえたものを放つという北条の儀式を、生き物を放つという北条、そういったものをその指示した文書がこの板に書かれていた。それが井村遺跡の北条木簡ですね。28年前に私の調査の中で見つかっておりまして、でさらにですね、実は3年前、もう5年前になりましょうかね、4号木簡というのが出ましてね、北条どうも北条の儀式の時に、いろんな地域の、まあ、それなりの立場の人を集めて、まあ、何らかの儀式北条へを行った、その時にですね、お酒ですとかお米ですとか、野菜ですとかをこう来た人に配る、そのことが書いてある帳簿が出てきたんです。で例えばここに市田殿に酒一斗、吉成殿に酒一斗、こんなとこで、その最初にですね、貞観何年、800年代なんですがの8月十何日とこのように書いてある。で北条絵というのは、宇佐八幡、大分の宇佐八幡から始まって岩清水八幡に次に移り、というあの歴史が分かっております。でそれは旧暦の8月15日に行うといったことが分かっていますね。どうもそれに全く符合している可能性があるということで、25年ぶりにですね、あの北条木簡が見つかってから北条の儀式の時に何をしていたかということが、この四号木簡で、まあ、四半世紀ぶりにこう出てきたということです。で人の名前、あるいは曲がり村とかですね、秋村とかって村の名前が出るということなんで、これをこれからもっともっとその、分析していくと非常に面白い状況が見えてくるというふうに考えていますね。あの赤外線ちょっと見えますでしょ。赤外線を当てますと少しこう文字墨というのはこう残るものですから見える。でそれをこう書きますとこんな字を裏表に書いて、でこういう風ですね、普通あの板が出て水の中で腐らない、そういう状況の中で、赤外線を当てますと墨の部分だけが浮き上がって文字が読める。木簡というのはそういうような形で見ているところなんですね。あのこの井村遺跡もそういった意味では、あのかつてその高倉軍ができあの見つかる前はもしかしたらこの木簡も出るところであったから、そういうその役所跡が、大きな役所跡が ある可能性があるところに言われていたんですね。で間違いなくその役所、大きな役所がここに存在している。そしてこの本村あたりで、繊維産業、
を行っていた可能性が非常に高いということが分かっております。そういうことでですね、高倉軍が下寺を中心として、他にもですね、小和田、あたりでも、その昔は産業というのは古代の漢人が行っておりました。繊維産業というのもそうです。漁業などもそういった役人が中心であった可能性がある。どうもそういう貝塚が出てきたりいたしますと、小和田にもそういった役所が存在して、でそれぞれは先ほど言ったように小出川をどうも近いところ、でもう一つは千の川に近いところに、そういう役所と考えられる遺跡があります。当然のごとく、水を川を使って、税を徴収、移動するといったようなことを、そんなことをこう考えていくことができるんだと思います。また小和田では先ほども言いました帯金具がかなりいくつも出てきた遺跡がありまして、役人がおそらくいたであろうという遺跡もね、かなりその古代高倉軍河を中心としてようやくですね、人の動き、役人の動き、そしておそらくその中で、地元の、農民たちの動き、あるいは魚を取る漁業に携わる人たちの動きが少しずつ見え始めてきたということなんですね。今日はちょっとここまでにさせていただきます。時間になってしまいました。どうもありがとうございました。